はい、皆さんこんにちは、シナタンです。今回はですね、ちょっと久しぶりにルックブックを撮っていきました。今回はですね、もうすぐゴールデンウィークがあると思うんですけれども、去年ゴールデンウィークの予定をみんなに聞いて、そのみんなの予定で過ごすならどんなコーディネートを着るかっていうのを勝手に考えてルックブックを撮ったんですけど、それがすごい好評で、今年もやってくださいっていう声をいただいたので、今年もやっていこうと思います。でコーディネート組むのも、みんなからの予定を見るのもすごい楽しくて、想像以上にコーデ数が出来上がったので、今回は2本立てでお送りしようと思います。なのでまず今日は前半の10体を紹介していきます。また後日後半も上げていこうと思います。まず1つ目のコーディネートが自然満喫ドライブということで、すごいいいなと思いながらコーディネート組んだんですが、やっぱ自然ということなので、アクティブさも入れながらアニマル柄なんかも入れたりして、こう野生的なんていうか、なんていうでしょう、自然にマッチするような感じのコーディネートにしてみました。このマウンテンパーカーなんですけど、以前企画で購入した GU のやつで、このマウンテンパーカー私普段からもすごい着ていて、このなんていうんだろう、すごい絶妙な季節というか、めちゃくちゃ暑くもなさそうだし、でも寒くもないみたいな、そんな時期にちょうどいいアウターかなと思うので、今回はキャミワンピにこのマウンテンパーカーを合わせてみました。このキャミワンピが結構女性らしいシルエットというか、ちょっとふわっとした軽い感じのワンピースなんですけど、そこにあえてスポーティーなキャップとかスニーカーを合わせることによってミックススタイルが出来上がるので、とても私は気に入ったコーディネートです。私は、ね、運転できないんですけど、一応スニーカーを履いてね、運転もしやすいようなコーディネートになったかなと思います。では2つ目のコーディネートが仕事ルックということで、ゴールデンウィーク本当にね、お仕事の方もたくさんいらっしゃると思います。なのでちょっと今回はトレンドも入れつつ、気分が上がるような、やる気が出るようなコーディネートにしてみました。ただ仕事とはいえど、あんまりこうかっちりしすぎるのもなと思ったので、ちょっとパンツとかはあえてラフなニットパンツを持ってきて、こうゆったりとラフな感じでコーディネート組んでみました。今季はネクタイを普通に私服に合わせちゃうみたいなコーディネートが結構トレンドなので、でもネクタイって割とカッチリとしたイメージもあると思うので、仕事ルックにはぴったりかなと思って、今回はネクタイを合わせてます。ボタン全部閉じてネクタイだとちょっと暑苦しいというか、こうカッチリしすぎてるなっていう感じが私はしたので、今回あくまでもオフィスカジュアルみたいな感じでイメージしてコーディネート組んだので、ちょっとこう崩しで、あえてこう襟には通さずに首にネクタイを巻いて、ボタンをちょっと開けてっていう感じのコーディネートにしております。でそこに帽子とこのニットパンツでカジュアルダウンさせて、足元はローファーでちょっとピシッとしてバランスを考えてコーディネート組んでいきました。私も多分ゴールデンウィークも仕事あると思うので、一緒に頑張りましょう。はい、ということで続きまして3号で目でございます。結構逗子映画祭行きますっていう方多くて、いいなと思いながらコーディネート組んでいったんですけど、逗子ということで海辺に似合いそうな感じのコーディネートを組んでいきました。私逗子映画祭行ったことないので、ちょっとどんな感じかっていうのを想像だけでコーディネート組んでいったんですけど、私の想像的にはなんか海辺でプロジェクターで映画を見ながらゆっくりみたいな感じのイメージなんですよ。もし違ったらごめんなさいなんですけど、そんな感じのイメージがあったので、割とこうラフな感じ、なんかこうお家で映画を見るようなちょっとラフさもありつつ、でも海っぽさっていうか、ちゃんとアウトドア要素もありつつみたいな感じでコーディネート組んでいったつもりです。やっぱ海なのでちょっと肌寒くなるかなっていうのも考えて、シャツ、軽めのシャツを持って行ったりとかして、着ない時は肩にこう巻いても可愛いですし、寒くなってきたら羽織っても可愛いんですけど、このシャツをちょっとポイントに、メインはこのセットアップ、すごいラフな感じのセットアップを持ってきて、なんかこうくつろぎ感もありつつ、でも部屋着っぽすぎないようなコーディネートを作っていきました。なんかこう砂浜のベージュの感じの色合いとこのコーディすごいマッチしそうじゃないですか。全体的にこうトーンがちょっと柔らかいというか、くすんだような感じの色味を使っているので、その色合いのコントラストというかもう合いそうかなと思って今回はこちらにしております。はい、ということで続きまして4コーデ目でございます。4コーデ目はおばあちゃんとカフェ巡りっていう、なんともこう微笑ましいというか、すごいこうあったかい可愛い空間なんだろうなっていう風に想像しながらコーディネートを組んでいったんですけれども、ちょっとこうレトロな感じの要素をどうしても入れたいなと思って、今回なんかベレー帽とかも被っちゃったりして、ちょっとレトロなコーディネートを組んでいきました。ポイントは全体的にちょっとこう上品なイメージで、このヴィンテージのこれバーバリーのシャツなんですけど、こういうバーバリー
ーだったりとか、ローファーもプラダを使ってるんですけど、私はこれ実際違うんですけど、なんかもしあれだったらおばあちゃんからいただいたブランドものとか、そういうのをミックスしてコーディネートしてあげても可愛いかなと思ったので、ちょっと今回はそういったブランドものとかも積極的に取り入れてコーディネート組んでいきました。やっぱこの赤チェックのシャツっていうのはすごいこうレトロ感があるかなっていう風に思うので、今回これはねマストで使いたいなと思ったんですけど、私は普段だったらこの赤チェックのシャツはどっちかっていうとカジュアルに着こなして、もっとダメージが入ったデニムパンツとかカーゴパンツとかそういうのとかと合わせるかなって思うんですけど、今回はレトロなカフェスタイルということで、明るめのパンツで上品な綺麗めな感じのコーディネートにしつつ、でもこのちっちゃめのバッグとかビーズのバッグなんですけど、ちょっとこう遊び心も入れつつ、パールのネックレスとかも相性がいいと思うので、今回はパールのネックレスもつけております。結構これはテーマに沿ったコーディネートができたんじゃないかなっていう風に思ってます。では続きまして、5コーデ目はピクニックということで、ピクニックって本当にまあどんなコーディネートでも割と合うんじゃないかなと思ったんですが、今回はどっちかっていうとちょっとこうラフな感じの海辺のピクニックみたいな感じを想像してコーディネート組んでいきました。もうちょっとこう可愛らしいようなピクニックコーデもありかなと思ったんですけど、私この前実際にピクニックして、その時がちょっとデニムのスカートにフリルのついたカーデにバンダナっていう感じのちょっと甘めのコーディネートをしたので、今回はもう少しカジュアルに行こうかなと思ってこのようなコーディネートを組んでいきました。なんかすごくこうお昼の暖かい気温の中で着るこの影編みニットってすごく可愛いなと思ったので、今回はこちらをメインにコーディネート組んでいきました。ピクニックってアウトドアアクティブな感じなのかなというふうに思うので、動きやすさを重視してこのナイロンパンツを合わせてます。結構このコーディネートだけ見るとカジュアルな印象が強いかなと思ったので、ちょっとまあ女の子らしさというか、まあ春って割と私もどこかにこう可愛らしさが欲しくなったりするんですけど、今回はヘアアレンジでリボンをねつけて甘めな要素も足してみました。今季結構リボンがねすごくトレンドになってきていて、私の普段の系統で言うとリボンって結構真反対な感じのアイテムかなっていう風に思うんですが、なんか逆にそういう系統の方々があえて外しとしてリボンをつけるっていうのがすごい海外でも流行していて、私もすごい気になってたスタイリングだったので、今回はこのコーディネートにリボンを合わせていきました。では続いて6コーデ目は、友達とちょっとおしゃれな居酒屋で飲むっていう、ワクワクする予定ですね。これ楽しそう。私のイメージ的にはなんかビストロ系かなっていう風に思ったので、私も結構ビストロよく行ったりするんですけど、やっぱり夜のイメージがあったので、割と夜って肌寒い日もまだあるんじゃないかなと思って、今回はジャケットを合わせてます。ただ中はちょっとノースリーブとかにして、店内入った時にアウター脱ぐとギャップっていうかが可愛いんじゃないかなと思いまして、今回はノースリーブのトップスを合わせてます。このトップスね、シャギーニットになってて毛足が長い糸が使われててすごい可愛いんですよね、もこもこで。そこにこうスカーフを合わせることでよりおしゃれ感を出してみたのと、ただちょっと綺麗めすぎるのもなんかこう張り切りすぎちゃうのかなっていう風にも感じたので、パンツはあえてパラシュートパンツでカジュアルダウンさせてるんですけど、今回オールホワイトコーデにしてて、オールホワイトって結構おしゃれに見えるコーディネートだなって私は感じてるので、バランスをよく考えてコーディネートを組んでいきました。ちなみに足元はこれローファーなんですけど、このローファーラウンドトゥーになっててちょっと可愛らしい印象があると思うんですけど、このパラシュートパンツが割とメンズっぽいダボっとした感じのパンツなので、そこにあえて可愛らしいシューズを持ってきてあげて、私の好きなミックススタイルを作っていきました。カバンはちょっと上品な感じでワインレッドの小ぶりなバッグを持ってます。はい、ということで続きまして7コーデ目でございます。7コーデ目はフェスに行きますということで、フェスに行く方も結構多かったです。みんなの予定見てたらゴールデンウィークからもうフェスあるんですね。私夏のイメージがすごい強かったんですけど、フェスってこれ年中やってるかフェスは。まあでもなんか今回はザ・フェスコーデみたいな感じで、いつもとはちょっと違って割とこう派手な感じのコーディネートを組んでいきました。フェスっていうと私的にはやっぱり肌見せの印象が強かったので、ボルターネックを合わせてます。結構カーキをメインとしてコーディネートを組んでいきました。カーキのトップスにカーキの迷彩柄のスカート、ロングスカートを合わせてるんですけど、ロングスカートも結構今年はトレンドのアイテムなので、割と今年っぽいフェスコーデに仕上がったかなと思うんですけど、カーキにこのデニムの小物を合わせるのめっちゃ可愛くないですか。今回はまあバッグとこのハットがデニム素材でできてるやつなんですけど、この合わせが結構私的には可愛いなと思ってお気に入りのコーディネートでございます。でこのバッグがベルトループがついて
けるバッグになっているので、ベルトをそのベルトループに通して腰に今回はつけてみました。やっぱフェスってなってくると手ぶらの方がね、こう楽ちんかなっていう風に思うので、ショルダーバッグとかボディバッグとかそういうのでもいいかなと思ったんですけど、今回はウエストポーチとしてベルトにつけてみました。今回ベルトをね2個使ってるんですけど、ダブルベルトっていうのもすごいトレンドの合わせなので、あんまりこう意味っていうのはないんですけど、アクセサリー感覚で2個あっても可愛いんじゃないかなと思って、まあ、フェスっていうこともあってちょっと派手に行きたいなっていう風に思いました。足元はスニーカーでやっぱ動きやすいようなコーディネートにしております。ということで続いて8コーデ目は早め BBQ ということで、いいなバーベキュー、私バーベキューすごい大好きで、でもなかなか用意もたくさんあったりとかするから大変でやれてないんですけど、バーベキューするならこんな感じでコーディネート組むかなと思います。まあ、バーベキューなのでなんかこうカジュアルさっていうかは欲しいかなと思って、このパンツにトップスもね、これホルターネックのトップスなんですけど、まあ、これだけだとちょっと肌寒い場合もあるんじゃないかなと思って、今回ショート丈のカーディガンを合わせてます。全体的にちょっとこうくすんだような感じの色合いをたくさん使ってるんですが、私こういう色合いすごい大好きで、でこのブリーチがすごい入ったデニムっていうのもとてもトレンドなアイテムで、そこでトレンド感も抑えつつ、であと鬼塚のねこのスニーカーも前動画でもあげましたけど、メキシコ66っていうスニーカーなんですけど、すごいトレンドなアイテムなので今回このスニーカーを合わせてます。やっぱバーベキューっていうと夏の印象が強いかなと思ったので、バッグはこのスニーカーのイエローと合わせてちょっと派手めなバッグを持ってます。これがまあポイントになって夏先取りみたいな感じのコーディネートを組んでいきました。でもやっぱキャップとかを被るとよりバーベキューっぽさが出るんじゃないかなと思うので、今回はこのカーキのキャップも合わせてあります。このパンツね結構伸縮性があってとっても履きやすくて、まあ、いっぱい食べても大丈夫かなと思うので、今回はちょっとデニムパンツを選んでみました。ということで9個で目はちょっと気になる彼と初めてランチということで、楽しみですね。これもなんかやっぱり気になる人とお出かけとかってなると、なんか女の子らしさを意識しちゃうなっていう気がするんですけど、普段の系統的にはあんまりこう可愛らしい感じではないかなっていう風に思うので、無理していつもの自分じゃないようなコーディネート組むのもなっていう風に思って、自分の普段の感じも取り入れつつ、まあ、でもどこかしらちょっと女性らしさもあるようなそんなコーディネートを作っていきました。このニット結構あざといニットだなって私は思ってて、がっつりオフショルっていうわけではないんですけど、結構首周りがゆったりしているので肩がチラッと見える感じ、肌見せができるので、そこでちょっとこうドキッとするような感じのあざとニットかなっていう風に思ってます。まあ、でも色はブラックっていう、なんか辛口なのか甘口なのかわからない、ちょっと狭間みたいな感じのとてもちょうどいい感じのニットかなっていう風に思ったので、今回はこちらを合わせました。であとヘアスタイルなんですけど、なんかやっぱデートとかってなると髪の毛をこうまとめてみるのもいいんじゃないかなって私は思うので、私的になんかいい女感がすごい出るヘアスタイルだなと思うので、今回ハーフアップにしてるんですけど、そこにまたこのリボンを合わせてあげて可愛らしい要素も取り入れてみました。しっかりと女性らしさはありつつも、でもなんかこびすぎてない自分らしさも残せたような気がするので、私みたいな系統の方で気になる人と今度ご飯行くんだけどどんなコーディネートにしようって DM とかでも相談いただくこともあるので、こういったコーディネートとかは割といいのかなっていう気がします。はい、ということで最後10コーデ目が韓国旅行ということで、ほんとここ最近なんですけど、結構スカートパンツっていうスタイルが韓国でももちろんそうですし、日本でも割とこうトレンドに敏感な方とかはしてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、韓国ってこうすごくトレンドとかにも最先端な国だと思うので、トレンドのコーディネートをやっぱしたいなと思って今回スカートパンツコーデを組んでいきました。結構スカートパンツって難易度高めかなっていう気がするんですけど、私的に定番だなって思う合わせはフレアパンツにミニスカートを合わせるっていうのが一番チャレンジしやすい合わせなのかなっていう風に思ったので、そんな感じで合わせていきました。このコーディネートは結構最先端な感じのコーディネートかなっていう風に思うので、トレンドコーディネートをしたいっていう方とかはチェック必須な合わせかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで全10コーデ組んでいきました。今回もたくさんの予定を皆さん教えてくださりありがとうございました。後日後編も上がりますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。